どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場した一番当たりのモンスターは皆さんご存知でしょうか。まあ、ズシン以外の、ズシンを除く、まあ、次の、まあ、第2位の当たりモンスターね、これ何かっていうとですね、ミセラサウルスなんですよ。この、頭はトリケラトプス、体はティラノサウルス、腕は、プテラノドン、体はステゴサウルスっていうね、もうキメラキメラサウルスですね、あの通称で。このモンスターがめちゃめちゃ強くてですね、これどういう効果を持っているかご説明していきましょう。まず丸1番、自分相手のメインフェーズにこのカードを手札から墓地に送ると、そのメインフェーズの間、恐竜族モンスターは、相手の効果を受けないという、これが強いんですよね。またあのミセラサウルスペッてぶん投げて、でその後にメインフェーズで展開してしまえばいいんで、恐竜族を。だから結構 OCG の方では割と手札誘発モンスターをこう無効化するような手段としてミセラ投げてから恐竜を展開するっていうのが割とよくやられている、プレイングっていうのと、あとこのミセラサウルスの2番の効果、墓地のこのカードとそれを含むモンスター、まあ、こいつだけでもいいんだけど、を除外すると、除外した数と同じレベルのモンスターを特殊召喚できるよっていうことで、まあ、要は1枚これプッてぶん投げて、でまたプッて除外するとレベル1のモンスターを即座に出せるんですよ。要はミセラサウルス1体でレベル1の恐竜族モンスターが特殊召喚できるっていう、そういうギミックなんですね。でこれで出せるのがやっぱジュラックアウロっていう中なモンスター、まあ、これは結構有名なコンボなんで、まあよく遊戯王知ってる方だったらご存知かなと思うんですが、このジュラックアウロが中ななんで、これめっちゃ強いんですよ。あの OCC の方ではね、よくハリーファイバーとか作られてるような、まあ、あのイメージあると思うんですけども、このジュラックアウロを出してリンクス次元だったら何するかっていうと、これ炎属性なんですよね。炎属性なんですよ。炎、なんか炎属性って強いのいましたよね。なんだっけの名前、名前は忘れたけど、なんかリンクス界に来てはいけなかったっていう噂のリンクス界来てはいけなかった選手権1位の、この召喚獣、オサルプルガトリオさん、このモンスターを出せると、炎で。でこれね、すげえ美しいムーブがあって、召喚師アレイスター召喚で、ミセラサウルスの効果発動して、その後ミセラサウルス除外してアウロ出す、でアウロとアレイスターでレベル5シンクロする、まあ、本当はここアルマレスじゃなくて、ハリハバイトなんだけど、ここでアルマレス出す、で、召喚魔術で墓地の、アウロとアレイスター除外してプルガトリオ先生を出して、でアレイスター回収と。これがね非常に美しいムーブ。これが手札2枚で、このアレイスターとアウロだけで、アウロじゃねえや、ミセラサウルスだけで、このプリカ先生とアルマレス系が立つと、まあ、レベル5シンクロだったらなんでもいいんだけどね、めちゃくちゃ強いっすこれで。あのもちろんミセラサウルス以外にも恐竜っていうのはたくさんね、属性があるんですよ。だからね、召喚獣と結構相性良くて、まあ、召喚獣、あの恐竜召喚獣っていうデッキももちろんあるんでね、神の方にはね、まあ、そういうイメージですよ。アレイスターでもちろん火はプルガ先生出すし、血だったらこっちの、メガラニカ出せるし、水メガロスマッシャーさんね、だったら水、いやなんですよ、これ水なんですよ。だからこっちの呼吸と先生も出せる。そしてこれは通常モンスターであるので、まあ、もちろんあの生存協会にも対応しているということでね、まあ、なかなか割と面白いデッキになったかなと。であとあのこの化石調査でドナ好きな恐竜持ってこれるんで、まあ、これはね、あの今リンクスには1枚しかないし、多分 OCG も確かこれ今制限だったっけ、あれ解除されたんだけど、ちょっと覚えてないんだけど、あのそういうカードになってますんでね、これは入ってた方がいいです。でデッキ20枚に抑えた方がいいんですけど、基本的にはちょっとね、あのね、やりたいこと多すぎて20枚に収まんねえなと思って、もういいやと思ったら30枚にしました。普通にデッキ収まんなかったっていうだけ。これはあのもうちょっと少なくしていいと思う、あの初動を増やすために。で、まあ、あのデスティニードローで、コンセントレート引いてきて、呼吸、プルじゃあ呼吸トスアレイスターコンセントワンキルはイージーウィンの筆頭候補なんでね、これをやっていきたいというふうに思っております。ということで早速ね、ミスラでプルガトリオしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ワンデッドキースさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。3の中かな、とりあえず化石調査だけするか。化石調査の効果を発動。これは1回水かな、1
一回水立てときゃなんとかなるんじゃないかな。サンダードラゴンって結構あれなんですよね、あの呼吸トス抜くの大変なんで、呼吸トス今日じゃねえや、呼吸トス立てといてエンドが一番硬そうではある。抜けないんだよねこのモンスター、そんな簡単には。3000打点作って殴ってくるとちょっとアレイスターが死んじゃうんですけど、まあ、そこを殴ってくるのはカナディアかなんかでなんとかしましょうか。で、あの召喚魔術じゃねえ、間違えた、アレイスターさんや持ってこれるんで大丈夫そう。オッケー、呼吸突がな2体も入んねえからな。出すとしたら、まあ、プルカス、いわゆるプルカスと言われている言われているっていうか俺しか呼んでねえ可能性あるけど。で、あ、妖精獣だったか、なるほど、インチキドローの妖精獣かな、多分フルモン型とかの、大山彦だっけ、あいつとか入ってる、大谷翔平とか入ってるやつだ。でカナディアで、こいつはさすがにちょっとワンドローマジめんどくさいんで、これほっとくと本当アドバンテージえぐいことになるんで、これだけちょっと裏返しときましょうか。あいつほっとくとやばいんですよ本当に、あいつほっとくとほんまやばくて。エンドフェーズ1はこれサーチして、カナディア沸かした方がいいね、カナディア沸かした方がいい、そう、オッケー。でこれで責任やと、あいつの守備いくつだ、まあいいや、とりあえずアレイサ持ってきて、プルガトリを見せつけて、アレイサ持ってきていくで、これで、結構硬くはなった、硬くはなった。あのね、イーズナムチっていうさ、これ守備力いくつだ、あいつ1200、あーなるほど、呼吸トスで殴んないと突破できんか、まあ、いいや。あのね、あれなんだわ、生存は強い、あの大山彦、まあ、通称大谷翔平さんなんですけども、大谷翔平さんはその元々のなんか攻撃力と同じになるよっていう相手とっていう効果なんで、あ、これは多分あれですね、あの、戻すやつ、バウンスするやつなんだっけ、イタチ風だっけ、あれだと思われる。まあ一応カナディア戻されるとちょっと相手にとってもめんどくさいね、多分今使わないみたいな感じなんじゃないでしょうか。かまいたちオッケー、了解しました。把握、そこまで把握、オッケー、把握。あーまだいるか、それはね、こいつほんとほっとくとアドバンテージを一生稼がれるんで、これはこうしてで生存ぶちかましていかんといけんかな。イズナムチどんだけ効くんだよ、もう入ってねえだろさすがに。これこのムチ振り回してるおじさんマジ強いんですよね、こいつほっとくとマジやばいんで。ミセラサウルスかな、ミセラサウルスですぞこれは。別に戻されても特に意味ないという、意味ないっていうか、まあ使えるし全然大丈夫ですね。で打点で突破できないから、まあ、戻すしかないと。オッケー、いいんじゃないかな、結構うまいこと立ち回れてる気はする。で殴れないでしょ、オッケー、いける。でミセラぶん投げる必要性一切なかったけど、なんか投げちゃった、ちょ間違えた全然投げる必要なかったけど投げちゃった、間違えちゃった。まあいいやまあ、気を取り直していきましょう。アウロ来た、オッケー、いらない。召喚魔術サーチしながら、ミセラサウルスの効果は墓地から除外すると、恐竜族、除外した恐竜族の数だけのレベルの同じレベルの恐竜族をデッキから特殊召喚するよっていう、まあ、つまり、1枚でよくて1枚除外するとジュラックアウロが、これがね、まあ、OCG でも、まあ、無限に強いコンボですよね。このミセラ捨ててで1のアウロ出してでアウロとなんかでハリーファイバー出すっていうムーブなんですけど、まあ、こっちはリンクス次元なんで、アルマデスしか出せません強いですけどね、十分でイタチ風で戻されるから別に全部展開していいと思うんですよね。全展開してあのカードを使わせるっていう方に動いた方がいいと思うんで、メガラニカで良さそうだな。メガラニカでいきましょう、こことここで、はいはい、よいしょ。さあこれ戻さざるを得ない。さあ召喚獣を使うとやっぱ、ま、プレイングが真面目になるから
なんか解説実況解説も真面目になりますね。なんかこれあるあるなんですよね、これ実況者あるある。なんか召喚獣と か, なんか結構ちゃんとした歴史を使うと実況解説真面目になりがちっていうね。フリングいろいろあるんで、はい、使えよ使え、ありがとうございます。いいね、いいんじゃない、いいよ。イタチ風の効果で2枚見して、いや一応ねイズナなんとか処理したからアドバンテージはそんなに稼がれてないんで、まあ別にこのぐらいはいいかなっていう感じがしますね。あ、大山彦があるのかな。あー、自分バジュラもある、めんどくせえなー、こいつ突破できてんだよな。殴る必要ねえんじゃねえかな、これインチキドローされるの嫌なんで終了ですね。これほっといた方が強そう、バジュラは一回で貫通させた方が強そう、プルガでターン終了、オッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、ターン終了はオッケー。生存強化今いらん、召喚師アリスターを召喚、召喚師アリスターの効果を発動で距離召喚魔術を手段からいていく、うん、そして召喚魔術の効果を発動、召喚師アレイサー、そしてもちろんアウロちゃんをゲーム開始し、召喚獣リンクスに来てはいけなかったままも召喚。こいつリンクスに来てはいけなかったモンスター選手権第1位ですよね。俺はこいつが第1位やと思うわ。第1位、プルガトリオさんですね、圧倒的。第2位いいかは知らんけど、さあぶちかましていきましょう。まずこいつでぶちかましていきましょう。とりあえずこれは使わなくても別にいいか、4500やから削りきれんので、削りきれないんだったらまだ温存でいいかな、まだ温存でいいですね。大山彦とか入ってるかもしれないしね。でこれダイレクトで何もなかったら勝ちだけど、何もないことはないかさすがに。あー、大谷翔平、大谷翔平か、あいつ守備、ちょっと待ちください、少々お待ちください。これさ、これ攻撃やめてさ、これお猿さんで殴ったらさ、これ貫通お猿さんで殴ったらこれいけるよね。これあれ、これ計算合ってるか、これあれ、俺計算間違えてる、ちょっと待って俺計算間違えてる、これ2200人、2300か、2300になった。ダメしてアレイスター使って1000上げて3500、4500-2300は4500-2300、いくつみんな、4500-2300、俺算数合ってるよね、やべ、ちょマイクか。俺算数合ってるよね、よし。小学生の時の得意科目は保健体育、苦手な科目は道徳。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、めんどくさそう、バチクソめんどくさそう、どうしよう、ベビーケラちゃんセットしかないか、ベビーケラちゃんセットしかないか、ベビーケラサウルスセットエンド、プチアナをそろそろ欲しいですよね。恐竜族にはね、似たようなモンスターがいてね、ベビケラちゃんと、ベビケラちゃんって破壊されるとレベル4以下の恐竜族特殊召喚じゃないですか。レベル4以上だっけな、レベル5以上か、レベル5以上、あれ合ってるかのモンスターを特殊召喚するっていう、要は下を特殊召喚するのと上を特殊召喚する方がいて、プチラノドンだっけな、っていうやつがいるんですよ。ベビキラさんはね、なんとね、OCG ではね、制限カードなんでね、1枚しか入んないんですけどね、リンクスはね、神ゲーなんで、3枚入れることができます。まあ、多分あれは、オビラクターとかが来てないからだと思うんだけど、なんか噂ではあるらしいですよ。ストラクチャーデッキで、オビラプター来んじゃねえかみたいな話あるらしいですよ。オビラプターっていうのはね、なんか恐竜版エアーマーみたいなやつなんですけども、メガロスマッシャーは強いわ。メガロは強いけどな、これ一回一体にしといた方がいいかな、一回一体にしとくせんであんだよな。まあ、あのトラップもあるしな、一回一体に しとく説、まあ、ちょっと超展開はできるんだけど、超変身はできるんだけど、まだ早い気すんな。プルカスして、プルカスするのはだってアルマレスしてからの方が強いから、これはさすがに一回一体にするわ。
一回ヒッターにしよう。一回こうしよう。オッケー、一回こうする。で、召喚魔術の効果を発動し、アレイスターを回収しながら、ちょっとあのスノーゲー全く光んないんで、なんか知らんけど、何にも光んないんで、ちょ怖すぎるんですけど、ちょっと殴ります。なんもないね。これは、あー、クソめんどいやつ来たー。劇的にめんどいモンスター来たー。でもあれはプルカスで全員殴っていけばいいから。あんななんか、ウィンダとかいうね、なんか無限壁生成マシーンは、リンクスに来てはいけなかったモンスター選手権第1位のモンスターで、殴り続ければいいんで、大丈夫。なんとかなると思う。一応ラバゴケアも一回した。オッケー、来た。プルカスチャンス来た。プルカスチャンスだ。来たぜ。やったぜ。これはあれだ。あ、ちょ、また間違えた。間違えた。また相手のメインフェイス、間違えた。ちょっと、ちょっと待って。ちょっと間違えた。なんで俺相手メインフェイスに発動してんだ、これ。ちょ、自分のメインフェイスに発動するべきかとですね、今のは。ちょっと間違えたらすいません。なんかちょっと、なんか手が勝手にやっちゃうんだよ。なんかして、これ癖ついてんだろ、なんか知んねえけど。ちょ、ごめん。ちょ、間違えたけど、まあいいや。間違えていく。しっかりと間違えていく。これはね、自分メインフェイズに発動した方がいいです。ミステラサウルスはすいません。で、このモンスターを1枚除外して、で、デッキからジュラックアウロを特殊召喚。で、レベル1のジュラックアウロを、レベル4、召喚し、アレイスターにチューニング。幻想に潜みし、どうちゃらこうちゃらがなんやもんや。シンクロ召喚。あー、煉獄臭いけどね。煉獄っぽいね。煉獄やと思うわ。多分あのカード、まあいいや、ちょっとあの餌で釣り出すわ。煉獄はちょ打たせるわ。こっちバック除去さ入ってねえからよ。あの生存境界しかねえからよ。多分これ煉獄だろと思うわ。あー、オッケー、煉獄オッケーで、プルガトリをぶちかまされていった。で、これはもう一体出しましょう。プルガスをこれから煉獄からのもう一回展開できるんだぜっていうことをお見舞いしていった方がいいと思うわ。で、召喚師アレイスターを、融合召喚する前に、まあ、とりあえずぶちかました上でのスーパーブラフであった召喚マイスの効果を発動。で、これでカードを2枚除外して、さあプルガトリオ B を特殊召喚。いくぜ、はっていっ。もう飛んでこねえと思ったが、使っていいの、大丈夫、使って、あ、でもあれか、エクストラから、あ、そっちか、オッケー。で、こいつぶん投げていく。あ、マッシブウォーリアー、だるい、めちゃめちゃだり。これはこっちぶん投げて、で、これぶん投げて、一応全処理した、オッケー、完了。ラバーゴーレムは別にいいよ、しても問題はない、一切の問題はない。まあ、これオンにする必要もねえわ、ボタンオンにする必要もなかったです。あ、一癖あんのか、一癖あんのか。まあ多分ね、ゴーレムはね、まあ、あ、まあまあ飛んでくるよね。まあ、飛んでくるのは折り込み済み、それは全然折り込み済み、オッケー、問題ない。そこまでは読んでいました。いきまーす。でもさ、このさ、闇のゲーム、いや結構闇のゲームって自分の首も結構締めるからよ、自分の首も結構締めるカードなんで。何のチェーンもまたないやつですか。何のチェーンもない、フリーチェーンではない、召喚師アレイスターを召喚しましょう。召喚師アレイスターの効果を発動。やっぱこいつの性能おかしいんか、何もない。これまた煉獄か、煉獄やったら煉獄って言ってくれ。煉獄である読みで、フルガトリオ、フルカスじゃないこれさすがに。ここと、まあ一回ラバゴは処理した方がいいよね。ラバゴは処理した方がいい。プリューカス出して、はい。で、カード一枚セットする前に、カード一枚セットして、で、バトルフェーズ入って、で、これぶん殴って、これ攻撃反応系だね、多分ね。これ、ほっといたら死ぬでしょ、あいつ。自分で行け、自分の手で、自分の首を絞めろ、自分で行け。絶対攻撃反応系だわ、あれ。ドヤ顔で防がってよ、自分のスキルで自分の首を絞めろ。いいだろう、今さらそんなモンスターどうでもいいわ。あと200っていうライフ守れんのか。ざまあ見やがれ、今どんな気持ち、マリックさん。さあ、お
カイブ、お前が持てる最強の戦術で俺に挑んできな。行くぜカイバー。召喚師あれちょっと反応が弱いな。召喚師アレイスターを召喚。召喚師アレイスターの効果を発動。レベル1のさ恐竜族の通常モンスターっているんだっけ OCG に。そんなやついないか。なんかめっちゃ強いんだけどね。それがいたら、それがいたらなんか生存境界結構なんか即打ちみたいなできるから、割と生存境界バチコリって打ってからなんかあの墓地の生存境界使ってベビーキャラぶち壊してみたいなことできるから結構強いんだけど、レベル1の恐竜ってなんかいなかったような記憶があるんだよな。セットセット、とりあえずちょっとぶん殴っていきますか。ぶん殴っていきましょう。ぶん殴れる、ぶん殴れていく。 OK。 これは何でっけ、ドローセンス水、どういうことどういうこと、ドローセンス水どういうこと。あー局所は別にいいよ。あリザーブ、まあ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 、まあ、そんぐらいいいだろう。でリザーブしてアレイサ持って、さすがに4号抜けんやろそんな簡単には。ドローセンス水って何、何引いたの君は。おいカイバー何を引いたんだ、てめえ何を引いたんだ。ドリルバーニカル、ドリルバ、ドリルバーニカル、あーやばいやばい、あーこれはちょっと既視感がある、これやばい、やっこれやばい、3回攻撃される、やばい久しぶりに見たこれ、やばい、あこれはこいつはダイレクト叩くに成功するために攻撃力が1000ポイント上げる最強モンスター、やばい、つ、つえー